はい、どうもこんにちは、修二です。今回はインスタ集客9割の人がやってしまっている NG 行動についてね、お話をしていきたいと思います。はい、で、まあ、このね動画最後に見ていただくことによって、自分がね今、まあ、インスタもそうですし、他の媒体でもブログでもそうです、情報発信をね、まあ、メルマガとか LINE アットでも、まあ、してるという方であったとしても、実はこんな落とし穴がある、で実はこんなあなた間違いしてませんかっていう、まあ、実はねマーケターの私から見ても多くの人がやっぱりやってしまいがちなね、集客における情報発信の、まあ、その落とし穴、こういったところのねポイントが分かるようになりますので、ぜひね最後まで見ていただけたらと思います。また私の LINE アットではです、あの YouTube ですね、 YouTube の動画では日々、まあ、SNS の最新の情報であったりとか、最新のセールスを、そして成功マインドセットについて日々ね最新の情報をお届けしますので、ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、まあ、早速本題入っていこうと思うんですが、このインスタグラム集客で、まあ、9割の人がやってしまう NG 行動ということなんですが、これね情報発信全般においても言えることです。別にブログもそうですし、 Facebook も一緒です、 Twitter もそうです。でこの情報発信の基本ってそもそも何なのかって話に遡るわけなんですけど、根本的に言いますと、この集客できる人と、そして集客できない人のこの根本の違い、これって何なのかってことなんですよ。まあ、ここを、ま、ちゃんとあなた言語化できますかっていうところなんですけど、これはあなた自身ですね、自分自身に置き換えてね、今度聞いていただきたいと思うんですけど、結論、まあ、集客できる人とできない人の違いっていうところもそうなんですが、この集客、いわゆる情報発信の基本っていうのは何なのかっていうと、これぜひね、バシッとめちゃめちゃ重要なんで覚えててほしいんですけど、相手目線なんですよ。相手目線。ね、まあ、ちょっと相手カタカナになっちゃいましたけど、相手目線。集客の原理原則は相手目線であるところです。で、まあ、よくあるのが、当然ね、集客においては、例えばテクニックっていっぱいありますよ。まあ、うちの SNS 集客アカデミーってうちもスクールやってますけど、いろんなやっぱテクニックとか LINE やってもこういった話をするとすごい反応が取れるとか、営業でもこういった順序で話していくとすごい制約率が上がるよとか、テクニックってやっぱあるんですよ。営業でも集客でも。で、そのテクニックもすっごい重要。テクニックも重要なんだけど、それ以前にまず最低限の土台として、本質っていうのがあるわけですよ。で、この本質というのは、まずマーケティングにおいては、相手目線っていうのがめちゃくちゃ重要です。で特に僕はですね、これいつもライブで僕言ってることなんですが、相手が今どういう気持ちなのかとか、目の前の人の、これ人間関係でもそうですよ。相手の人がどういった今気持ちなのかっていう、相手の気持ちを察することができる人っていうのは、僕何やっても成功すると思うんですよ、ビジネスにおいてね。で、これ特に情報発信においては本当にもろに出てくる部分なんですけど、多くの人って自分が発信したい情報、これ重要ですよ。自分が発信したい情報だけを発信してる人っていうのは、集客できないんですよ、本当に。自分が発信して上司発信してるだけじゃなくて、基本は相手が求めてる情報っていうのを配信してあげる。これが結局集客できる人とできない人の根本の違いなんですよね。だから相手目線の人は集客できるし、相手目線じゃない自分よがりの人っていうのはもう集客できない、もう自己満状態です。で、例えばこれすっごいわかりやすい例なんですけど、例えば、じゃああなたが今ダイエットコーチをしていたと。で、痩せたいよって人に向けて発信をしていたとしたときに、例えば、自分は、例えば、最近ね、自分もダイエット実践して、じゃあ二の腕をね、すごい解消する方法がすごい良かったと。で、そればっかずっと発信してると。でも、二の腕をね、プルプルをなくす方法についてずっと発信してても、いまいちお客さんから反応が取れないと。でも、よくよくお客様の悩みを深掘りして、リサーチしてみたら、自分のターゲットのお客さんって、実は別に二の腕に悩んでるわけではなくて、どっちかっていうと、お腹周りのお肉を解消したいとか、顔周りをスッキリしたいとか、小顔にやりたいとか、まあそういったところが一番実はニーズだったりするって場合も結構あったりするんですね。同じダイエットというくくりであったりするの。っていう場合は、じゃあ小顔になるための、まあケア、美容ケアの方法であったりとか、あとヒップをね、引き締める方法だったりとか、そのお腹周りのね、ウエストっていうのをすごい引き締めるための、例えばダイエットの方法とかね、そういった情報っていうのを求めてたりするわけなんですよ。っていう場合、そういった情報を発信してあげないと、やっぱりお客さんって響かないわけなんですね。で、例えば、よくあるのが、集客とかもそうですし、例えば何かをしたらお役立ち情報をね、学んでいきたいとなった時にも、これから起業してね、今皆さん集客コンサルタントしてる人とかだったら、これから月商で0から10万とか50万売り上げていきたいっていう人に対して、年商で億稼ぐ方法の話ばっかしてても、響かないわけなんですよ。それは自分が話したい話であって、お客さん求める状態も違ったりするわけですよね。違ったりする。だから、もう言ってしまえば、例えばですよ、小学3年生の男の子に、ね、高校生が習うような、なんか二次関数の話とか、ね、積分、微分、積分の話してるのと同じようなもんなんですよ、これって結局。それだったら結局意味ないよって話です。だからこれが相手目線じゃない人の発信っていうのは、本当に小学生に微分、積分の話してるのと同じくらい意味のないことなんですよね。だからこそ、こう集客するときに、これね、上発信するときにも、やっぱり発信してるからね、自分が喋りたいことを喋りたい。気持ちはすごいわかります。
わかるんですけど、まあ、僕昔そういう時期あったんでわかるんですけど、やっぱり相手目線で、で、お客さんが何を求めてるのか、相手目線になって相手が求める情報をしっかりと発信してあげる。ここね、ブレないでほしいんですね。ここはブレない。で、じゃあ、周囲さんそのために具体的に何をやればいいんですかっていう話なんですけど、結論、これ僕毎回口酸っぱく言ってるんですけど、この動画を見た後に必ずやってほしいことがあります。で、それは何なのかっていうと、自分の見込みのお客様の悩みを30個最低でも書き出すっていうのを、ぜひね、やってみていただきたいなと思います。やってみていただきたいなと思います。で、例えば、30個はいきなり難しかったら別に5個でもいいんですけど、お客さんの悩みっていうのを5個ね、とりあえず紙にね、まあメモ帳とかでもいいですし、こういったところに取り出してきていただいて、まあ、こうやってね、書き出していただく。で、書き出していただいて、で、私のね、YouTube のこの概要欄でもいいんですけど、自分がね、失格やったことっていうのを、まあアウトプットするっていうのね、すごい大事です。で、アウトプットすると、自分が例えばお客さんの悩みをリサーチして、それをアウトプットすることによって、しっかりと脳に刻まれるんで、これから上発信していくときにも、やっぱり思い返す回数って多くなるんですよね。で、人って逆に、今日例えば自分が気づいたこと、気づきであったりとか、ヒントっていうのを、何も知らなかったら翌日にやっぱり7日を忘れてしまう。まあ、いわゆる、エビングハウスの忘却曲線っていう話があるんですけど、それをしっかりと記憶に落とし込んで、やっぱアウトプットっていうのが重要なんで、ぜひね、この悩みっていうのを、まあ、しっかりと、お客さんの悩み、これを30個。で、まずは5個でもいいです。5個でもいいんで、5個書き出したら次30個。で、5個書き出したら、それ必ずですね、僕の YouTube のチャンネルの、まあ、コメント欄でもいいんですけど、になんかね、コメントでね、アウトプット、できる方にしていただきたいと思います。コメントできる方ね。で、それを5個書き出していただいたらね、私がフィードバックいろいろさせていただきますので、そしたら今度ね、30個書き出すっていうのをね、ぜひ実践していっていただきたいなというふうに思います。で、結論、僕がやっぱ伝えたいのは、この集客ってやっぱテクニックとかいろいろあるんですよ。あるんですけど、大事なのは本当にこれめっちゃ重要なんでね、僕何回も言うんですけど、テクニックも重要です。テクニックがないとやっぱ稼げないです。ではテクニックだけでもダメで、やっぱりテクニックプラスやっぱ本質です。この本質っていうのは何なのかっていうと、特にビジネスにおいては、もうお客さんが何を求めているのかであったりとか、具体的にお客さんがその悩みを解決して、例えばあなたは今商品販売してるんだったら、お客様があなたの商品を購入して、で、最終的にお客さんはどういった理想の未来を願っているのか。で、何に具体的に悩んでいて、どこでつまずいているのか。そういった部分っていうのをしっかりと骨の髄までもうビューッとね、お客さんは本当に潜在意識の奥様まで入っていって、その悩みをしっかりと理解できた瞬間に、あなたの売り上げっていうのはドカッとね、最大瞬間風速で上がる。まあ本当にビジネスって相手のお悩み解決って言われるように、お客さんの悩みを理解することが全てが始まるし、そこからやっぱ消費設計っていうのも生まれてくることになりますし、で、そこからコンセプトができたりするので、ここはね、しっかりと本当にブレないでね、やっていただきたいなと思いますので、しっかりとね、こう悩みをね、書き出すっていうのをね、この動画見ていただいたら必ずね、やっていただきたいなというふうに思います。はい、ということですね。まあね、今回ね、動画少しでも参考になっているという方はぜひね、高評価ボタン、チャンネル登録をね、お願いします。また今回ですね、動画を最後に見ていただいた方に対して、私ね、LINE アットやってます。で、そこでは SNS 集客大百科というですね、まあ、具体的にじゃあどういう風にしてこの SNS を使っていけば集客できるのか、そのテクニックの部分ですね。こちらね、日々 LINE アットでもお役立ち情報を配信してますし、またこちらのプレゼントでもね、お渡しをしておりますので、ぜひね、プレゼントゲットしたい方は下の概要欄から私と LINE でお友達になっていただいて、プレゼントね、今すぐゲットしてみていただければと思います。はい。それではね、今回も最後まで動画を見ていただき、本当にありがとうございました。失礼いたします。